キナです。エコです。アリアです。ヒメカです。ピンク、ラテ、ティー、ビー、始まるよ。はい、今日の企画は、はい、と言ってはいけない名月ですイエーイ。普通に話している間で認めるなんかイエスとかはいとか質問に対してはいなのにと思いながら頑張って相手に伝えるみたいな頑張って面接していきましょう。せーの、どうぞ。グッドバーで別れましょ、別れましょ、別れましょ。はい、はい、ゆかちゃんが入っていってはいけない。自信ある。はいとかイエスって言っちゃったら誰にも言ってない秘密はみんなの前でバトルしちゃう。わー、頑張りましょうね。よーい、スタート。ゆなちゃんは女の子ですか？まる。おー、まる？これ大丈夫ですよね。あ、まあ、セーフと言ってそれ。アリア、ピンクラテメンバー全員好き？好き。あ、そっか頑張って言わせようとして今めちゃめちゃ考えた。ヨナちゃん、一回ちょっと立ってもらってもいい？どういうこと言う？返事はないの？怖い。エコちゃん、ズモトエナさん、返事は返事、返事、返事は怖い。どうしてピンクやって TV が好きなんですか？それは普通に答えられるんでしょ。ちょっと今、エコちゃん、って言ったの。まあ、とりあえず答えてもらいましょうか。一人一人個性があって一人一人可愛さもなんか違う。パターンが、顔の系統がね。そうです、そうです。そうですはありですか？うん、怖いんですよ。もう一つ質問いいですか？記者ですか？H A I を日本語で読んでください。すいません、 H A I です。すごい無理やりか。YES を日本語で呼んでください。 YES、 あー、言わないんですか？え、無視ですか？あの、待って、わかんない感じ。嘘、わかんないよ。って言ってるの、つかんない感じですか？はい。あ、でも、2人とも聞いてないんで大丈夫ですよね。え、エコ聞きました。私も聞いてた気がします。じゃあ秘密を暴露していただいて、はい、ですね、今は二人なんですけど、もともと一人でした。どうして二人にしたんですか？アイプチです。アイプチは好きですか？嫌いです。え、なんでですか？自分を二人にしてくれたんですよ。そうだけど、つけている時は嫌い。なんか、じゃあなんでつけたんですか？二人になりたいから。じゃあ感謝しないとですよね。もともと二人の人に言われたくないです。ごめん。すごい、こっからの圧が怖くて、本当に。え、でもみんなにその言葉を言わせるといいんですよ。いなちゃんだけ面接官も言っちゃダメですよね。はい、じゃあ私考えてくわ。実は家で自分のことを言うの？言うこと、かなり痛いかも。アーパンと呼んでいました。家族に通用する呼び方だよね。そうです。え、でも可愛い。うん、あ、でも可愛い。今からの友達もね、あ、もういいよ。友達もういいよ。はい。いや、全然まだ秘密わかんない。ちょっと考えろ。いっぱい言うんでしょ。いざとなったら思いつかない。待って、あ、ひろこの名前を考えたのは私みたいな、自分のひろこみたいな感じで紹介してたんですけど、アリアと一緒にひろこと考えました。アリアさん、ごめんなさい。気にしてなかったです。よかった。じゃあ続いてちょっとエコに言わせたい。うん、よーい、スタート。でもエコちゃん見たいよね。ないの？そうかな。今日楽しいですか？あ、私先生です。
皆さん出席と言います。原田ひめかさん、何ですか？元気です。応答してください。原田ひめかさん、何ですか？あ、もういいです。えこさん、石山えこです。そういうのじゃないの、出席と言いますって時にうんって言うでしょ。はい、石山えこさん言うでしょ。石山えこさん今言ったよね。どういうこと？言ってたよ。言ってたよね。わお。気づかなかった。え、待って、暴露話ないな。ないの？2回目の。実は好き嫌いが多い。知ってる。知ってる。実はじゃない。実はじゃない。まあいいとこだね。はい。じゃあもう一回続きいきますか。ずっとかくはい、私インスタ2個言わないといけない。じゃあ1つ目いきますね。インスタにあのホテルの朝ごはんのビュッフェとかちょっと高級のものとかを食べたよって載せてるんですけど、私夕飯によく納豆ご飯を食べております。ごめんなさい。そうなんだ。そうなんです。え、なんだろう、もう一個なんだ。あ、小6の頃にバレンタインで友達がみんな作ってケーキとかクッキーとかくれたのに買ったものをプレゼントしてました。作ったって言って、ごめんなさい。作ったって言った。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。あ、また入って言っちゃった。何回目今？え、なんか LINE でアリアのことを進撃の菅井って呼んでます。はい。もうやだ、本当に終わり。あ、やったやったやった。よくママとかと待ち合わせしてる時に電話でもうすぐ着くとか言ってきながらまだ駅のホームにいたりとか、全然着いてないのにあと10歩くらいとか言って嘘をついてます。かわいい嘘ですね。いいの。いいね。いいね。はい、終わり。あ、え、今のなんですか？もうすぐで終わりだったのに。終わりだったじゃないですか。終わりの前に。どうぞ。ですね、私今の携帯が3代目なんですけど、1代目をドーンと落としてバキバキにして反省しましたって言ったんですよ。で次2代目なんですよ。同じところで落としてまたバキバキにして今新しい携帯にしてもらって、この前また同じところで落としちゃって、まあバキバキにはならなかったんですけど、またママに雷落とされました。もう反省しましたね。はい、終わりました。え、今のは OK ですよね。もう無理、もう無理。どうでした？やっぱはいとかで日常で使うなと思った。そう、すっごい使うね。特にさ、まとめるときにさ、はい、終わりましたみたいなね。はいがやったらなんてかけるんだろうね。ん？でね、でね、でね。あ、いいね、いいね。ちょっとなんかおじさんでね、でね。はい。あ、もうね、あの YouTube とかで撮る人はいまで離れないよね。ね、確かに。ね、染み付いてる。うん、はいが染み付いてるよって。染み付いてる。はい、ということでどうでした？面白かったよね。はーい。はーい。はーい。みんなもやってみてね。やってみてね。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。